新年魚系三度の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。いつもホーリーとお江戸稲をご覧くださりありがとうございます。今日は番外編としてお年玉動画を作ってみました。早速こちらご覧ください。というわけで、私がレギュラー出演させていただいている東京 MX 週末ハッピーライフお江戸に恋してということで、今 MX のスタジオ前から動画スタートしてますが、 MX ってね、本当に素晴らしいテレビ局なんですよ。なんたってね、スタジオあるのが半蔵門、ちょっとわかりますか、この道挟んで向こう側に石垣が見えてる。あー、ご飯3杯は食べられる、いい石垣ですね。というわけで、歴史オタク垂涎の半蔵門ね、現在は皇居の出入り口としてニュースなんかでも取り上げられることの多い場所ですが、江戸時代には江戸城の中でも最も重要な門のうちの一つだったんですよね。江戸城の門のうち、大手門が表の正門であるなら、半蔵門は裏門、非常口です。万が一江戸城が敵に攻め込まれたら、将軍はこの半蔵門から脱出するので、江戸城が作られた頃にはね、伊賀の忍びを統率していた服部半蔵が屋敷を構えたりとか、やがて幕府が開かれると、その部下たちが御門の外の組屋敷に暮らして警備を行っていたので、半蔵門と呼ばれるようになったんです。ちなみにこれ当時の地図なんですが、半蔵門から伸びてるのが甲府城に続く甲州街道ですね。今も同じ場所に甲州街道通っております。で、半蔵門から脱出した将軍は、この甲州道中、甲州街道を通って、大久保の鉄砲100人組、そして八王子の千人同心を伴って甲府城に逃れるという避難ルートが確保されていたというわけなんですね。いやー、暑いでしょうしかもこの半蔵門は庶民と将軍をつなぐ門でもあったんです。あの天下祭りと呼ばれた神田祭りと山王祭りの時には、出汁がなんとこの半蔵門から江戸城に入って、将軍もご覧になられたんです。その様子は、あの歌川広重の名所江戸百景という浮世絵にも描かれたりしております。ちょうどね、 MX とは反対側からあの半蔵門を見た構図なんですけどね。こんな素晴らしい場所にあるテレビ局なんですよ。最高でしょ。もう私はただ局に向かうだけで毎回楽しいんですが、ここからは局の中に入りまして、お江戸に恋しての舞台裏をお見せしちゃいたいと思います。あの出演者の方の中で、私が一応一足先にねスタジオに入りまして、ぐるり東京江戸散歩っていう歴史散策のコーナーがあるんですけど、まあ、ロケのコーナーでそのナレーションのリハーサルをするんですね。あのスタジオこんな感じで、すごくアットホームな雰囲気をねスタッフさんが作ってくれてます。で、本番は生放送をやりながら生でナレーションを入れていくので、まあ、事前にロケに行った VTR をこうディレクターさんと一緒にチェックをさせていただいて、台本と照らし合わせて、まあ、スタッフさんと一緒にどこで何を喋ろうかとか、そういうことをチェックするっていう作業をしているところですね。そう、この時間に右上の方の四角いところはワイプって言って、あのスタジオで見ている出演者の方たちが映るあのところですけれども、そこの調整とかもスタッフさんがしてくれてます。そうなんですよ、生でナレーションを読むのって、まあ原稿読みね、私すごい下手であの読み方とかね、パッと見ると本当にあのあれすごい簡単な感じなんだけど、これなんて読むんだっけってパッと見た時に分かんないっていうね、本当頭の回転があの鈍い自分を呪っておりますけれども、いちいちルビーを振っておかないとね、一瞬分かんなくなっちゃう時あるんですよね。だからとりあえずもう漢字という漢字にルビーを振っているところでございます。いやいや、お正月とかもう絶対分かるでしょって思うかもしれないんですけどね。いや、本番って怖いですね、突っかかったりするんですよ。念のためルビーを振っておきます。まあ実際にこうVTR に合わせて読んでみて、どのぐらいのスピードで読むかとかね、あとどんなテンションで読むのかとか、あのディレクターさんがどういう風に作ってくださったのかっていうようなことを主に確認してますね。
はい、こんな感じでね、私の番が終わると次の方の番っていう感じでどんどんリハーサルが進んでいきます。あのスタジオにもだんだん人が集まってきて、こっち側はセット組まれてるんですけど、端っこの方でマイクをいただいたりしますね。で、これは森マリアちゃん、マリアちゃん、ふー、もうマスクしててもわかるでしょ、とんでもない美少女なんですけれども、あのマリアちゃんはね、この番組でロケに出るのが初めてだったということで、すっごい初々しくて可愛かったのがね、毎回すごく努力してきてくれるんですよ。成長が感じられてね、なんか私マリアちゃんとお話ししてると自分の中のおじさんが覚醒するのを感じます。そしてこの方、まさみさん、田中まさみさん、皆さんご存知のオリンピアンですけれども、今はね2人のお子さん育てながらめちゃくちゃアクティブにお仕事されてて、本当尊敬しかないです。しかも美しい。あとね、この方ね、自分の出番の後にいつも今の面白かったかなって、面白さに対してめちゃくちゃ貪欲なんですよね。もうね、まさみさんは本当にすごい、かなわないです。そして朝比奈彩ちゃん、彩ちゃん、江戸恋の太陽です。もうね、モデルさんとしても女優さんとしても大活躍ですけど、この方本当に真面目な方だね。前に番組で江戸文化歴史検定を受験するっていう企画があった時もね、本当にいや全然勉強してないとか言いながらね、しっかり勉強してくれて、でこの YouTube の再生回数もこの方が伸ばしてくれてるんだと思うぐらい毎回見てくれててね、ありがとうございます。朝比奈さんの YouTube もね、ファッションとかね、あの爆食とかやってらっしゃるんですよ。もうね、ぜひ朝比奈チャンネル気になる方ぜひチェックしてみてください、そしてですね、リハーサルは、松尾雄二さんのコーナーのリハーサルになりました。もうね、ラグビー界のレジェンドの松尾さんはコメントが秀逸でね、例えばこの間将棋隊っていう、まあ、上野戦争で敗北したあの人たちのテーマの時もね、スポーツも勝った試合より負けた試合から学ぶことの方が多いんだよっていう風にね、歴史上のことをスポーツに置き換えたりとか、トップアスリートにしかできないなっていうコメントされたりとか、あと本当にお江戸に恋してっていう番組に関わる出演者スタッフをチームとしてすごく大事にしてくださっていて、松尾さんのおかげで江戸恋はチームとしてまとまってこれてるんだと思います。まあ、本当に出演者を中心に今日はお江戸に恋しての舞台裏をご覧に入れましたが、あの気づきになられたと思うんですけど、本当にたくさんのスタッフの方たちが番組を裏で支えてくださってます。皆さんすごく真剣に江戸とか歴史文化に向き合ってくださっていて、江戸城半蔵門のスタジオからね、このチームでお江戸に恋してお届けできることが本当に誇らしいです。あれ BS プレミアム見てたかなって思ったら MX だったぐらいの本当に熱い教養バラエティになっておりますので、年始は1月8日土曜日の、11時55分から放送再開いたします。放送エリア外の方も MCAS という無料アプリで生放送をご覧いただけますので、ぜひぜひチェックしてください。その他1月のホーリーの予定こんな感じになってます。1月6日に多分あのテレビが放送になると思うんですけど、まだ情報解禁出てないんで現段階では何とも言えないんですが、1月7日お江戸いいねの通常動画再開したいなと思っておりますが、現時点でまだ何の編集もしておりません期待しないでお待ちください。そして1月8日にはお江戸に恋してが放送再開になります。そして1月15日に明治大学の寄付講座、こちらはなんとですね、 Zoom での講座、全国どこからでもご覧いただけますし無料ですということでね、あと1月30日には NHK のラジオ第一のレギュラー番組の DJ 日本史も放送再開予定です。それからですね、ウィズ味噌という、これはもうお味噌に大注目した素晴らしいこう番組がございまして、おそらくこれネット配信になると思うんですけど、こういったこととかね、ホームページとかツイッターで最新情報を更新していきますので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。本年もどうかホーリーとお江戸いいねをよろしくお願いいたします。それでもまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。